私の名前は大上さやか、東照学園高等部の2年生。普通の女子高生だけど勉強と両立させてる仕事があって、なかなか学校に出られなかったりもする。今日は久しぶりのオフなので、私の大好きな親友のなほちゃんを呼び出して一日遊んで回ったの。その最後のイベントがこのトゥインクルガールズライブ。この町有数のライブハウスクラブベータで定期的にやってるんだけど、ここのユニットの子たちが超可愛くて、私はよく見に来てるんだ。トゥインクルはね、最近夜のランキング番組なんかにも出演してて、どんどん注目度が上がってきてるユニットなんだ。可愛いでしょ。私も何度か番組で一緒させてもらってて、メンバーの子たちとはメールとかツイッターでもよく絡んでる程度には仲良しだったりするんだよ。腰の動きが違うけど、ライブが終わってベータの外、箱から出てきたファンのみんなが通りにたまって余韻に浸り合っていた。思わず混じって一緒に感動したかったけど、通りを塞いじゃいけないので我慢。私たち二人は興奮しながら駅の方へ歩き出したの。見て見て、タオル買っちゃった。なほちゃんが物販コーナーで買ったらしいタオルを出してひらひら舞う。大ファンじゃん。いいなあ、私も次買おう。まだ9時か。ねえねえさやか、ガスツ寄ってこう。ガスツスイーツ食いたい。そうだね、寄ってこっか。ムフフ、スターミルクプリンスペシャル。くだち、なほちゃんが得体の知れないものを注文する。何それ、超甘じゃない。星が7つ乗っててね、ミルクいっぱいかかっててね、うまいのこれ。この子がさえのきなほちゃん。同じ学校の同じ学年同じクラス。この子も少し私の環境と似ているところがあって、話というか気もあって、よく一緒にご飯とかしてるんだ。何より可愛いでしょ。一緒にいると女子の私でもなんだかふにゃーってなるから、この子大好きなんだ。ね、うまいからさやかにもあげるね。ありがとう。じゃあ私はバターたっぷりパンケーキ。かしこまりました。とても夜の9時過ぎに女子が取るカロリーとは思えないけど、今日は2人とも朝から何にも食べてないから、これぐらいは全然いいのだ。てっ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 てて、なほちゃんがトゥインクルの曲を口ずさみながらタオルを眺めている。この子こう見えて実は普段は超クール。学校のクラスメートがこの姿を見たら多分びっくりするはずだよ。私と二人っきりの時にだけこんな猫みたいな面白い姿を見せてくれるの。友達としてそれが結構嬉しかったりするんだ。そんなに喜んでくれたら誘った私も嬉しいよ。おもむろに顔を上げて、なほちゃんが私の目を見つめてくる。吸い込まれそうなぐらい澄んだ瞳。どうしたの。心配だよさやか、このところあんまり休めてないんじゃない。顔に出ていた疲労は完璧に消してきたのに、なほちゃんはしっかり見抜く。この子に隠し事は絶対にできないな。この2ヶ月土日なしだったよ。声優さんとかドラマとかウェブラジオとかすごく忙しそう。なほたんもじゃん、毎日飛び回ってるでしょ。ラジオだけじゃなく心霊取材とか読モとか。
そうだ、今度映画にも出るんでしょ。すごいじゃん。ただのエキストラだよ。斉藤匠のお城でずっとフレンチ食べてるだけ。てかまだ行ってなかったのにどうして知ってるの。ほんとね、田口さんのブログ超書いてあったよ。太文字でみんな奈穂ちゃんを応援してくださいって。うわぁ、げっそりとした顔で奈穂ちゃんはペタリと机に伏せる。あの人の横では何の話もできないな。顎を机の上に乗せてほっぺたをぷーっと膨らませる奈穂ちゃんをしばらく眺めて、私はいつ切り出そうかと迷っていた相談事に触れてみたの。あのね、奈穂たん、今度私のラジオでさ、怖い話特集やるの。あっ、突っ伏したままの奈穂ちゃんが目を開ける。おや、興味ありかな。奈穂たん声いいしさ、ぜひ出てくれない。リスナーからの怖い話のお便りに専門家のコメントをつけてくれたらと思うの。奈穂ちゃんは机に頭を乗せたまましばらく考え込んでしまった。何か心配事でもあるのかな。けれど私は今一瞬この子の目がキラッとしたのを見逃さない。もう一押しだね、お願い。奈穂たん顔出し OK でしょ。うちのリスナーさんたちも私たちの関係知ってるから、奈穂たんまだーってメールがしょっちゅう来てるし、超喜んでくれると思うんだよね。何より、私が奈穂たんと一緒にラジオをやってみたいの。にゃむにゃむ。あ、にゃむにゃむした。この子興味を示したわ。あとはカリカリで釣ればきっと飛びつくわ。ほら、にゃー、ほら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 、ぶにゃーお。たまに奈穂ちゃんは猫に、私は飼い主さんに化ける。じゃあギャラは金の猫か。どういうことなんだぜ。じゃなくてキルフェノンのカフェをご馳走するのでどう。ナホちゃんの顔がパーッと明るくなる。うん、出る出る。ありがとう、大好きナホちゃん。ぶにゃーおしゃー。なんでシャーするのよ。よし、快諾を取り付けた。私はこの時、顔いっぱいで至福の笑みを浮かべていたはず。ナホちゃんは今本当に人気があって、他のラジオにも呼ばれてたりしてるから、スケジュールを抑えるのが大変な子なのだ。一度仕事でも絡んでみたいと思ってたんだけど、こうもあっさり実現するとは。注文したスターミルクプリンスペシャルとバターたっぷりパンケーキを食べさチェックしながら楽しんでいたら、いつの間にか時計は10時を回っていた。そろそろ帰ろうかと、ナホちゃんと2人で席を立ち、そのままキャッキャウフフしながらキロに着いたの。ナホたん、次学校いつだよ。明日行くよ。仕事でだいぶ授業サボってたから、せめてレポート出すようにって言われてるの。あー、なるほどね。まあ、さやかも出さなきゃだよ、きっと。次、学校行ったら言われるよ。うわー、マジか。まあいいや、レポートくらい一晩徹夜すればなんとかなるさ。あー、そうだ、家寄ってキビキ先生の本持ってく。読みたいって言ってたよね。どうせ帰り道だし。あ、うん、借りる借りる。おすおす。帰り道、ちょうど私の家に向かう道に奈穂ちゃんが住んでる。というか、居候してる作家のキビキ先生のお屋敷がある。事情があって、奈穂ちゃんは今実家でなくて、ここから学校に通ってる。先生に弟子にしてもらうために転がり込んだって話だけど、この子の行動力にはいつも見習わなきゃって思わされる。先生、ただいま。やあ、おかえり。寒くなかったかい。はい。ん？君は？していた私に目をやり、優しい目でキビキ先生が話しかけてくれた。イケメンだ、ワイケメンだ。こんばんは、はじめまして、大上さやかと申します。
ペコリと頭を下げると、先生は優しい佇まいで微笑んでくれる。響です。ナホ君と仲良くしてくれてありがとう。いつも君の話を聞いていますよ。嬉しいです。私もナホちゃんから響先生のことはいっぱい聞かせていただいてます。きっと私の失敗談ばかりじゃないかい。そんな、とんでもない。ねえねえさやか、せっかくだからお茶でも飲んでいかない？先生がね、超美味しいセカンドフラッシュのダージリンを買ってきてくれたの。急な振りにオロオロする。夜遅いし、先生に迷惑じゃないかな。いいですか先生。もちろん。ただお家の方が心配されるから、連絡だけしておくといいね。ありがとうございます。じゃあ少しだけお邪魔します。ゆっくりしていきなさい。笑顔が優しい。こりゃナホちゃんが夢中になるのもわかるよ。さあ奥へ行きましょう。入って。うん。先生の前だとナホちゃんはいつものクールなキャラに戻っちゃう。家に電話を入れた私は挙動不審になりながらリビングに通された。広くゆったりとしたリビングは和風なイメージとベトナム系のアジアン雑貨や家具が見事に融合して独特の落ち着いた雰囲気を醸し出していた。素敵。荷物はその辺に置いてください。自由にくつろいでね。では私はダージリンを入れてくるよ。あ、すみません。先生、ありがとう。平気だよ。私も飲みたかったんだ。笑顔を残して、響先生は部屋の奥へ消えていった。素敵。ナホちゃんに誘われて、いくらするのかわからない高級そうなソファーに、私は緊張しながら腰掛けた。おお、沈む。さやか、リラックスしていってね。私ちょっとお手洗い行ってくる。うん、じゃあ寝とく。いいよ。変な姿勢で固まったまま沈んだ私を笑いながら、ナホちゃんが席を立つ。その数秒後だった。ナホちゃんの悲鳴がお屋敷中に響き渡ったのは、びっくりして声のした方を振り返る。田口さんも鍵ぐらいしてよ。ごめんなおちゃん。すごい勢いで扉が閉められていた。噂の田口さん。いやー、修羅場だ。信じらんない。キッチンから目を丸くして顔を出していた響先生もふふっと笑って頭を引っ込める。素敵。深い灰色の雫を一滴からも味わうようにそっと口の中に溶かし込む。響先生の入れてくれた紅茶はそれまで私が飲んでいたものとは全く違う味がした。はあ、美味しいです。そう、口に合ってよかった。深みのある味と香り、紅茶なんてどれも同じだと思ってました。うちにはティーバッグのものしかなくて。バッグのものも最近はいい味がするよね。美味しい。ただ私はやはりこれが一番飲み慣れていて好きなんだ。美味しいです先生。田口さんいつ帰るの？手厳しいな奈緒ちゃん。田口さんってずいぶん年上のはずなんだけど、完全にナホちゃんに飲まれちゃってる。なんかこの関係も面白いな。そうだ、今日中にレンタル返さなきゃいけないからそろそろ帰ります。またエロビー。違うよ、またってどういうことさ。じゃあ先生。テクノブレイク。ナホちゃんが田口さんに向かって光線を出している。なんかウルトラマンみたいな構えになってるけど。ああ、先生また明日。あ、ナホちゃんもね。明日は学校行くから来てもいません。そうなんだ、珍しいね。29歳、非リア充に幸あれ。もう
田口さんはフラフラになって玄関に消えていった。私と並んで楽しそうに眺めていた響先生も笑顔で手を振っていた。あ、では私もそろそろおいとまします。ごちそうさまでした。そうかい、おもてなしもできなくてすまなかったね。とんでもないです。うん、田口さんもういないよ。だいぶ先に行ったと思うからもう出会う心配ないよ。ひどっ。またゆっくり遊びに来てください。夜道気をつけて。ありがとうございました。失礼します。響先生の家を出るとなほちゃんが先の角まで送ってくれた。ひんやりとした空気がほてった方に気持ちいい。今日一日の楽しかった思い出を振り返って、ついでに私はカバンに持っていたトゥインクルの CD を1枚貸して、私たちはもう一度ハグし合ってから別れたの。ナホ君、ありがとう。君の見つけてきてくれた天神小学校の件、これはすごいよ。これが、この取材が実現すれば世界中のオカルト研究がひっくり返る騒ぎになるぞ。たまらない。お父さん、息してないよ。やあ！メモしておかなくちゃ。名城調査ファイル02、経験天神小学校、現在調査中。その後の経過と、篠崎家の調査を進めるだけで強い霊障を受けた。体の右半分が麻痺、左鼓膜に異常、姿写真にオーブ、影響あり。数週間にわたる増毛感、吐き気、下血。あと悪夢を毎晩見るも追加だな。やっぱりあそこは危険すぎるな。先生や田口さんは霊に対しての耐性がない人だから行かない方がいいかもしれない。私の名前は冴野木奈穂。霊能調査で全国の心霊スポットを回り、依頼者の不安を取り除いたり、可能なものは解決したりしている。私の周りには最近、ある異変が起こっていた。先月調査を開始した霊場から、それまで経験したことがないほどの強力な思念体を連れてきてしまったようだ。平たく言うと、強力な怨霊。現地から持ち帰ってきた、呪術用の片代。これがきっと強く作用しているんだと思う。さっきファミレスでさやかにラジオに出ないって誘われた時、私が迷ったのはこれが原因。霊にまつわる怪談話は霊を刺激する。私の周りにつきまとっているそれがさやかに影響してしまわないかと懸念していたのだ。ただこの霊は私の体調をむちゃくちゃにしてくれている以外は外に向かって影響を与えたことがないし、私が抑え込んでやればさやかのラジオもきっと大丈夫だと思う。あれ、先生。キッチン直行で水を飲みに行ったから気づかなかったけれど、リビングのソファーで響先生が眠っていた。先生、
風邪ひいちゃいますよ、先生。よく眠ってる先生、かわいい先生、昨日徹夜だったからきっとお昼まで寝てるな。よいしょっと。暖かいでしょ先生、この毛布。いい夢見てくださいね。心霊調査は危険。いろんな人に深入りしないようにって忠告される。どうしてこんなことをするかというと、すべてはそう、先生のため。私の調査の力を使うことで先生の怪奇小説のお仕事がはかどるなら、先生の面白い作品がたくさん世に生み出されるなら、私は何だってできる。先生が褒めてくれるなら、私は全てを犠牲にしたっていい。やっぱり先生と田口さんだけで天神小学校へは行かせられないな。危ないもの。私もついていこう。先生の毛布を肩までかけ直して部屋に戻る。私が学校に行く時もまだ眠っていると思うから、置き手紙をしておくことに決めた。先生は逆に私のことを心配して田口さんと二人だけで天神小に行くって言ってくれている。その優しい思いやりに、私は今まで二人だけだと余計危ないとは言い出せずにいたのだ。先生へ、時刻は午前11時になりました。最新ニュースをお伝えします。東京、新宿駅東南口のエスカレーター下広場で起こった女学生死体遺棄事件につきまして。おはよう、ナオ君。君の見つけてくれた天神町に伝わる都市伝説だが、君に危険があってはと思うので、やはり私たちだけで。ん？いないのか。そういえば今日は珍しく学校へ行くと言っていたか。相変わらず綺麗に使っているな。私の書斎とは大違いだ。ん？机の上に書き置きがある。先生へ、私先生のためなら全然動けます。天神町で行った調査のまとめを検討しますと、多分例の方法を逆打ちすることで帰って来られると思います。例に対する耐性を持たない先生と田口さんだけではあの学校は危険だと思うので、今日学校から帰ったらやはり私も一緒に篠崎幸子のおまじないを行います。本当に成功するかどうか低めの確率ですけれど、うまく潜入できればきっといいネタゲットできますよね。先生のお仕事第3回も編集部が評価してくれたら、美味しいもの食べさせてね、ナホより。ありがとう、ナオ君。だがやはり君を私の仕事のためにこれ以上危険な目に遭わせるわけにはいかないよ。逆打ちの方法は分かっている。天神小学校へは私が田口君と二人で行ってみるから、君は吉報を待っていてくれ。うん、返事の置き手紙でも書いておくかな。おはようございます、キリツ先生。もう起きてらっしゃいますか？彼も気合十分だな。よし、行くか。午前の収録が終わってすぐに学校に来たんだけど、お昼休みの時間になっちゃった。案の定クラスにはナホちゃんの姿はなかった。でも私は知ってるんだ。普段仕事でめったに出てこないあの子がクラスメートの喧騒を避けて昼休みにいつもいる場所を。
なぜかってそれは私もいつも同じ場所に行くから。先生に見つかったら怒られそうだけど。扉の鍵が壊れてて屋上に出れちゃうんだよね。いい風、気持ちいいな、日差し。校舎と校舎の間に転落防止用のフェンスがある。あんまり高くないから余裕で越えられちゃうのよね。よし、突風にも負けず余裕で乗り越える。下を見るとちょっと怖いけど、ここを越えるといい日陰の場所があるのよね。あ、いたいた、なほたーん。その場所にやっぱりなほちゃんはいた。お昼休みの学校の屋上で紙パックを加えて読書にふける女子高生。この子がやると何でも絵になるな。うーん、はやはー、ういさやか、おすおす。昨日結構遅くなったけど大丈夫だった？家。うん、大丈夫、怒られなかったち。おお、手なずけてるね、親口悪。じゃあ昨日借りた先生の作品すごいんだけど。でしょ、引っ張られるでしょ。最初の殺人現場、森林描写のマックス立てとか大好き。気が狂ってるよね、あの主人公。現場の移動中に読み始めちゃったからテンション上げ直すの大変だったけどね。続き読むの楽しみだよ。読んでみて読んでみて。あ、そうだ、昨日借りたトゥインクルの CD もやばかった。もう死ぬ。本当？よかった。ライブの曲いっぱい入ってたでしょ、トゥインクルはね。PV がまたいいのよ。携帯に入ってるかな。入ってないよ、今度見せるよ。歌ってみたやったらウケるかな。いいね、超見るよ私も。なった。もう1時間。じゃあ私またちょっと打ち合わせに行ってくるわ。なほた、今日放課後収録よろしくね。5時半に東新宿だから4時に校門前待ち合わせでいいかな。オッケー、ナイス校門。そこ繰り返さなくていいよ。なほちゃんは相変わらずのテンションだ。今日の収録もきっと楽しくなるぞ。しつこいな。嘘でしょ、まさかこの呪い細胞にまで影響を与える類じゃ。いつまでつきまとう気なの。皆さんこんばんは、大上さやかのラブブレイバー、今夜も始まりましたよ。